東京五輪の閉会式が8日午後8時から国立競技場で行われた。17日間にわたり205カ国、地域と難民選手団の選手約1万1000人が競い合った平和の祭典が閉幕した。冒頭、過去最多の33競技339種目を開催した大会を映像で振り返った秋篠宮殿下が 国際オリンピック委員会、IOC、のバブハ会長と共に入場された後、中道男子のケンメネリスト、ナオスミ、ナオヒサ、競泳女子で2冠の大橋ゆイら6人が持った日の丸が入場。宝塚歌劇団が君が世を成唱した。さらに、選手団を騎手が先導した開会式とは異なり、各国、 地域の機種のみがまずは入場した。日本は空手男子系の金メダリストキユメ名、キユナ、リョウ、31、が務めた。その後、4つのゲートから各選手団が順次、マスクをつけて入場した。テレビカメラに笑顔を見せたり、違う国の選手と記念撮影をしたり、それぞれに式を楽しんでいた。 日本選手団は、最後の方に入場。この日銀メダルを獲得したバスケットボール女子の選手や、飛び込み、卓球の選手らが笑顔で入場した。閉会式の参加人数は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、全体で4600人ほどに絞り込まれた。選手団が揃うと、光の粒が五輪マークを形成。 さらに、東京スカパラダイスオーケストラの演奏に乗って様々なパフォーマーが演技を披露した。緊張を強いられた競技を終えた選手らにリラックスしてもらおうという計らいだ。7日8日に札幌市で行われた男女マラソンの表彰式や、大会会期間中に活躍したボランティアへの感謝を示すセレモニーもあった。午後9時半過ぎ。 五輪期が小池都知事から、バッハ会長を経て、2024年に第33回かけ五輪を開催するパリのアンヌ、イダルゴ市長へ手渡された。さらに映像などでパリを紹介。大会組織の橋本会長の挨拶の後、ッハ会長が閉会を宣言した。そして午後10時15分ごろ、成が消えた。